リンドスのクレオブロス像、クレオブロスもしくはリンドスのクレオブロスは、ロードス島のリンドスの主人であり、選手。ギリシアナな賢人の一人として数えられている。リンドスを前世によって統治した。彼の作品は、墓姫や謎謎で有名である。ミュータウローニューローイオタシグマタウニューとは、彼の近言である。クレオブーロスとも呼ばれる。クレオブロスは、 エウアゴラスの息子でリンドスで生まれた。ディオゲネス・ライルティオスによると、カリア人であるとも、ヘイラクレースの血筋であるとも伝えられている。彼は、体力と美しさの両面で卓越しており、エジプト留学を通して、エジプト哲学にも通じていた。クレオブロスはまた、ダナオスによって建てられたと伝えられる、リンドスのアテナ神殿を建て直した。クレオブロスは、 同じく七賢人の一人と数えられる賢者ソロンとも交流があり、ベーシストラトスがアテナイに選手制を受立した後、ソロンに民主的なリンドスへ移住するよう勧める手紙を送っている。彼にはクレオブリナという名前の娘がおり、その娘は六客員で謎めいた詩を書いた。彼女は謎謎の定義を謎謎の形で規定したともされている。ディオゲネス・ラエルティオスは、 ミダス王の墓悲鳴を、クレオブロスの作品だとしている。アルファラムダカッパパイアルファーローシータニュー、イプシロンミュー、デルタアルファデルタパイシグマ、ミューアルファタウイオタカッパイプシロンミューアルファイオタ、シクマタニューデルタオメガロータウイプシロンニュー、カッパアルファデルタ、ニューデルタローイプシロンアルファミューアルファカッパロー、タウイプシロンシータラムダ、ラムダイオタタウニュイオタニューラムダミューパイ,イ。 ラムダアルファミューパイロー、タウイプシロンシグマイプシロンラムダニューイータ、カッパアルファパイタウアルファミューガマイプシロン、オメガシグマイオタニュー、ニュアルファカッパラムダゼータデルタシータ、ラムダアルファーシグマシグマアルファアルファータウタウデルタイプシロンミューニュー、ウプシロンシグマアルファパイ、ラムダウプシロンカッパラムダアルファータウパイタウ、ミューベータ、ガンマガンマイプシロンラムダオメガパイアルファローイオタ、シグマイオタ、 デルタアルファータウイオタタウデルタイプシロンタウシータアルファーパイタウアルファイオタ。私は聖堂の娘、ミダスの墓の上に横たわる。水は流れ、高い木々は茂り、太陽は昇って輝き、月も明るく、川は流れ、海は岸を洗う。その限りは、私はここ、悲しみ深きこの墓の上に留まって道行く人に告げん。ミダスはここに葬られていると。 ありがとうございます。